こんにちは、スピリチュアリストののりです。今日もご視聴いただきありがとうございます。今日はですね、以前から気になっていたことを、ちょっとまとめて話そうかなと思うんですけども、何の話かって言います と、人は意外と、先入観に騙されているんだって、そういう話なんですね。で、これどういうことかっていうと、以前も同じようなことは、話しているかもしれないんですけども、一人一宇宙という言葉があって、人間というのは、おのおのの人が違った世界を見てるんですね。例えば、ちょっと私事なんですけども、まだ本当昨日のことなんですけど、ちょっと仕事の予定が入ってたのが本当予定がごそっとずれちゃって、で、スケジュールが本当に何日分も空いちゃったんですね。これコロちゃんの影響なんですけども、でも私としては、こういうことをもう極力マイナスに捉えないようにして、もう起きたことは起きたことで全部肯定的に捉えて、じゃあせっかくスケジュールが空いたんだから、ちょっと遊びに行こうかなってことで、本当突発的にホテルの予約を取って、出雲大社に遊びに行ってきたんですね。ツイッター見られてる方はもうすでにご存知かと思いますけども、で、こんな感じに、私としては突然の予定変更とか、言ってみればこれ、トラブルが原因なんですけども、こういうことがあっても、できるだけいい風に解釈しようとしてるんですよ。でもやっぱりこの今でも SNS とか見てると、まだまだ本当に多いなと思うのが、例えばワクチャンの注射を打って知り合いが亡くなりましたと。で、そういうニュースをもう必死にみんな絶対シェアしてくださいとか、みんな見てください、拡散してくださいって、そうやってヒステリックになってる人っているんですよね。で、拡散するのが悪いとか、そういうことじゃなくて、もちろん SNS って自由に個人が発信する場なんで、で、そういう現実をもう拡散したいなって思った方は、どんどんすればいいと思うんですけども、でも私からすると、例えばワクチャンで副反応が出て、亡くなられてた方がいるとかも、で、そんなことだってもう今更感があって、そんなもう知ってるからいちいち騒ぐなって感じはするんですよ。私はそんな風に思っちゃうんですね。で、かたやそうやってガーって騒いでる人がいて、で、その人もよくよくその SNS の書き込みを見ると、別に親とか兄弟じゃなくて知り合いって書いてあるんですよね。なんか母親の友達のお父さんとか、なんかそんな遠い人のことを言ってるんですよ。で、そういうことで騒いでる人がいる反面、片やもうそんな日常の喧騒とは全く無関係なところで楽しく生きている人もいるんですね。で、私のチャンネルを普段から見てくださる方なんていうのは、もうどっちかっていうと、もうそういう日常の喧騒とはもう関係ないですってところで楽しく生きている方、皆さん心が本当自分軸で自立されている方が多いと思うんですけども、で、これもいわゆる二極化ですし、すでに多くの人がこんな感じにバシッと分断されてしまっていると言えるんです。で、そんなこともありつつ、今日はもうちょっと細かいところのその思考の構造みたいな話をしたいんですけども、それ何かっていうと、もしかしたらこの話知ってる方も多いかなって思うんですけど、ジブリのもののけ姫ってあるじゃないですか。もののけ姫ですね。皆さん好きな映画だと思うんですけども、私も映画大好きなんですね。で、もののけ姫ってもともとは、もののけ姫ってタイトルじゃないんですよ。で、宮崎監督は、最初は、アシタカ石器っていうタイトルにしたかったそうなんですね。で、石器ってのは、聞き慣れない言葉なんですけども、あれは、宮崎先生の造語だそうで、つまり、石器ってのは、アシタカ伝説とか、アシタカくんの自伝とか、そういう意味だそうなんですよ。
だから、まあ、もののけ姫って久石譲さんが映画の中で全ての楽曲の作曲をされてるんですけども、で曲の中にもやっぱり「足高石器」っていうタイトルの曲があるんですね。で映画というのは実はタイトルが非常に重要だって話は、以前もどっかの動画で話したかもしれないんですけども、例えば映画に限らず、まあ、本でもそうなんですよ。で特に本なんかはもうタイトルの付け方で売れるかどうかが決まっちゃうんですね。でもう8割タイトルで決まるって言われていて、だから編集者の方でもすごく腕のいい凄腕の編集者の方なんかはもうタイトルを付けるのがめっちゃうまいんですよ。じゃあもののけ姫は最初足高石器っていうタイトルだったのに、なんでもののけ姫っていうタイトルに変えちゃったのかっていうと、これはですね、プロデューサーの鈴木敏夫さんが足高石器なんていうそんな分かりにくいタイトルだと映画が売れないから、もっと分かりやすくもののけ姫っていう風にした方がいいって話を以前から宮崎監督にしてたそうなんですよ。ただ宮崎監督としてはそれはもう大反対だったんですね。これなんでかっていうと、まあこれは宮崎監督がそうやって話されていたってことなんですけど、この映画はそもそも足高くんが主人公の映画なんですよ。で昔々たたり神から村を救った足高という族長の息子がいたよっていう、そういう伝説を後世の人々が語り継いでいるっていう、まあそういうお話なんですね。でも鈴木さんからするといやいや映画というのは動員を集めて売れなければ話にならないからってことで、だから宮崎さんに内緒でもうタイトルをもののけ姫って勝手に変えちゃって、でそれでポスターも作って記者会見とかもしちゃったそうなんですよ。でそれを知った宮崎監督はもう大激怒して、なんつうことさらすんだってことで、もう鈴木さんと大喧嘩をしたっていう、まあそういうエピソードがあるんですね。でまあこんな感じに実はタイトルというのは本当に重要なんですけども、じゃあなんでタイトルがそんなに重要なのかっていうと、人は先入観から入る生き物だからってことなんですよ。例えばもののけ姫というタイトルを見て、そういうタイトルを最初に見て、それからこの映画を見ると、私たちはもののけ姫、つまりサンですね、女の子が主人公の映画なんだって無意識のうちに先入観を持って、でその先入観を持ったまま映画を最後まで見ちゃうんですよ。でもこの宮崎駿監督の意図としては、映画はあくまでも足高くんが主人公の足高くんのその伝記の映画なんですね。だから仮に足高石器というそういうタイトルでこの映画を見たら、私たちは足高くんが主人公なんだっていうそういう先入観を持って映画を最後まで見るんですね。で実はこのもののけ姫サンを主人公として映画を見るのと、足高くんを主人公として映画を見るのでは同じようで結構違うんですよ。これは何でかっていうと、まあ、この話も以前からちょこちょこ話してるんですけども、私たちは各々が自分の心のフィルターのようなものを持っていて、でそのフィルターを通して外の世界を見て、でその自分のフィルターを基準として外に映し出された世界をああでもないこうでもないっていう風で各々がジャッジしてるんですね。だからもしかしたらもののけ姫映画の話がなんか私しっくりこなかったなって方がもしかしたらいらっしゃったかもしれないんですけども、あれは足高石器というタイトルの映画なんだってことで、自分の頭を一回リセットしてから映画をもう一回見ると、またこのストーリーの入ってき方が違ってくるんですね。で人間のこういった思考のメカニズムっていうのは、大体7割ぐらいの方が、まあ、おそらく当てはまるんじゃないのかなって思うんですよ。でも、3割ぐらいの方は、こういった、いわゆるタイトルに騙されない、そういう考察ができるんですね。で、そんな方はもしかしたら、普段から本をたくさん読む習慣がある方とか、あとは、映画とかをいっぱい見て、そのいろんな映画の考察をするのが好きな方とか、まあ、そういう方は、言ってみればタイトルに騙されないんじゃないかなって思うんですよ。
でこれと同じような話があって、あの分かりやすいのが例えばヤフーのニュース記事なんかがそうで、ああいうネットのニュース記事ってあのタイトルをわざとセンセーショナルなタイトルをつけるんですね。要はパッと目を引くような衝撃的なタイトルをつけたりするもんなんですよ。でそうすることによって、あ、なんだろうと思って、とりあえずクリックしちゃう人の数を増やして、で、それで広告費を稼ぐっていう、まあ、そういう仕組みなんですよ。で、ああいったニュース記事にコメント書いてる人って、ほとんど記事の文章を読んでないんですよね。で、要は、アクセス数を稼ぐために、ライターの人が意図的にちょっとセンセーショナルなタイトルをつけるんですけども、そのタイトルに反射的に反応して、それを、いいとか悪いとかジャッジするコメントを書いてるだけなんですね。で、その中でも、もう少しちゃんと思考ができる人は、一応中の文章を読むんですけども、でも、それでも、タイトルの先入観に引きずられながら文章を解釈しちゃうんで、意外と内容を履き違えて捉えちゃったりするんですよ。で、これが私たちの持つ思考の仕組みで、私たちは意外と先入観に引きずられてるんですね。まあ私も広告業界にいるんで、すごくよくわかるんですけども、例えば、YouTube だって同じで、この YouTube のアクセス数を稼ごうと思ったら、ちゃんとテクニック的な方法もいろいろ知ってるんですよね。で、今なんかだと、お客さんに頼まれて、YouTube のコンサル的なことも、まあ、やってるんですけども、で、お客さんには、例えば、こういうタイトルをつけるといいよってアドバイスはするんですね。例えば、なんだろう。仕事ができない人の5つの特徴とか、こういうサムネイルとかつけるとクリックしたくなるんですよね。で、数字を出すってのは大事で、この5つの特徴って何だろうって風で、あらかじめユーザーの方にその想像をさせるんですね。で、想像をした人が動画を見ることによって答え合わせができるっていう、そういう欲求を満たそうとするっていう、まあそういうメカニズムがあるんですよ。あとは、例えばスピ系の人なら、丸々な人は龍神様に好かれるとか、まああとは、丸々な人は、すごいいい守護霊がついているとか、まあこういう、まあ私はそういうことやらないんですけども、こういう伏せ字を使うことによって思わずクリックしたくなるような、まあそういうテクニックってあるんですね。で、まあ私は自分のお客さんにはそういうテクニックを教えるんですけども、でも自分のチャンネルではもうなるべくそういうわざとらしいタイトルの付け方とかはしないようにしてるんですよ。まあこれなんでかっていうと、まあ実は私も昔はそういうことをちょっとやったことがあって、まあ実はチャンネルを始めた最初の頃とかは結構意図的にその人を集めるためのタイトルも付けたりしてた時期があったんですよね。例えば分かりやすいのが、天国に行く人、地獄に行く人の特徴とか、そんなわざとらしいタイトルをつけた動画とかも上げてたんですけども、でも、よくよく動画の中身を見てみると、天国とか地獄というのは、それは宗教的概念であって、そもそもそういう世界はないんですよって話をしている動画だったりするんですね。でも人間とは非常に面白いもんで、あの動画を見て、一番多かったコメントは、私は天国に行けるんでしょうかとか、私は地獄行きでしょうかとか、まあそういうコメントが一番多かったんですよ。でも動画の中では、いや、天国とか地獄とかそういうのはないですよって話をしてるんですね。だからもう、今はあの動画ってちょっと誤解を与えるからもう消しちゃったんですけども、こういうことからも分かってくるんですけども、実は多くの人はタイトルしか見てないんですよ。で、YouTube の場合だと、サムネイルを見て反射的にもうコメント書いてる人って結構いるんですね。で、本を読んだりとか、普段からそういう習慣がある人でも、中の文章を一応読んでるのに、意外とタイトルの先入観を引きずったまま、内容をもう自分なりに解釈しちゃってる場合って結構あるんですよ。で、動画の場合だと、まあ YouTube でも同じで、ちゃんとこの動画の内容を見てるはずなのに、サムネイルのタイトル、その先入観を引きずったまま内容を解釈しているって場合が多々あるんですね。だから、普段から情報を分析したりとか、まあ洞察したりすることに慣れている人、で、実はそういう人ってすごく少数派なんですけども、そういったちゃんと情報を取れる人は
あ、この文章、タイトルと内容全然違うじゃんとか、ちゃんとそういう本質を見ることができるんですね。というわけで、今日はまあ意外と多くの人がハマりやすい、この先入観の罠というか、まあそういう仕組みについて、まあ話してみたんですけども、まあとはいっても、おそらくこのチャンネルのまあ常連さんの方は、そんな先入観の罠に落ちることは少ないと思いますし、まあこういった思考のメカニズムに、まあすでに気づいている方にとってはもう釈迦に説法の話になっちゃうんですけども、まあ何かの参考になればなと思い話してみました。まあ、あとは、今なんかだと本当は情報が溢れている状態なんで、で、こんな時代は、こういうことを知っておくのが意外と大事なんじゃないかなって私は思うんですよ。で、先入観によって反射的に誤った解釈を繰り返して、で、その誤った解釈で自分の中の心のフィルターがどん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 作られていくんですね。で、そうなると、何が起きるかっていうと、その自分の中に作られたそのフィルターっていうのは、実はものすごく精度が悪くて、もうフィルターの目が詰まっちゃってるような、そんなまともに外の情報を受け取ることができずに、もう全部自分の勝手な間違った解釈で情報を入手して、で、それを1年、2年とかも5年とか10年と積み重ねることによって、実はものすごい情報格差が起きちゃうんですよ。で、それによって起きているのが今世の中で起きている二極化のようなものであったり、分断のようなものであったり、そういうことが起きてるんじゃないのかなって私はこんなふうに考えておりますと。というわけで今日も最後に皆様からのコメントというか質問というかコメントを紹介してから終わろうと思います。アグレッシブサバコさん。人生における大波は浮き輪となりサーフボードを掴んで浮いて波を待っている人間にとってはいい波来たですからね。波を待ってるんですけども大波を期待しているせいか波来ないなって感じがします。これが欲しいと思ったからそれが来るのか、それが来るって分かっていて10日のタイミングを願うことで合図を出しているのか、これあげるから受け取ってほしいとなっているのか、はてなはてなはてなという、まあ、コメントというか質問をいただいたんですけども、ですね、これは私が、ここ最近普段から話している自由意志はないですよっていう話に対しての、まあ、いただいたコメントなんですけども、まずこういうふうに考えるといいかなっていうのをお伝えしますと、ですね、海に例えると分かりやすいかなと思うんですよ。まあ、サバコさんも海の話してるんで、まあ、もうちょっとこの話に、深掘りして付け加えて話すんですけども、まず、命という全体の海があると考えるんですね。で、その中で私たちというのは波なんですよ。三角形の波、一個一個が私たちなんですね。で、海という大きな流れがあって、波という小さな分離があるんですね。で、波は一見すると個別で動いているように見えるんですけども、でも実は全ての波は海の上の水面にこの現れとしてひょこっと出ているだけだったりするんです。で、引き寄せの法則っていうのは何かっていうのを話しますと、例えば海の向こうの方にペットボトルに入った1万円札がプカプカ浮いているとしますよ。で、そのペットボトルが自分が、まあ自分波ですね、が遠くの方にチラッと見えたとしたらワクワクするじゃないですか。で、あ、なんか向こうの方にお宝が見えるぞってワクワクするんですよね。で、その波がふわ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 とこの揺れることによって次第とそのペットボトルに入った1万円札が自分のところにやってくるわけなんですよ。で、人はその状態を引き寄せの法則が成功したって捉えるわけなんです。でも実はそれは全体の流れとしてそうなることは実は決まっていました、ちゃんちゃんってことなんですね。これが人生の仕組みだと私は考えております。お次は、ランさん、のりさん、いつもありがとうございます。そういうもんなんですに納得、あの世の苦しみっていう意味もわかりました、ありがとうございます。久々に仕事で無茶合わない上司、緊張しまくって私の体がストレスでかわいそうで助けを求めて聞き入りました。
この学びを受け入れようかと思っても、無理で終わったら無理なんだし、ストーリーは決まっている。中庸を心がけて、いろんな人がいるなと言ったり構えればいいのかなというコメントをいただいたんですけども、はい、ありがとうございます。まあ、ゆったり構えるのもいいですし、まあ、ちょっと乱暴な言い方をしちゃうと、もうなるようにしかならないんで、堂々としていればいいんじゃないかなと思ってます。で、私なんか、自分ではちょっとよくわからないんですけども、よく人から言われるのが、ひょうひょうとしてるって言われるんですね。で、まあ、ひょうひょうってなんか、どういう意味なのかなって、まあ、思うんですけども、まあ楽してるように見えるのかな、まあいいや、というわけで今日も最後まで聞いていただきありがとうございました。スピリチュアリストのノリでした。